はいどうもアニマルパテマソでございます。というわけで今回はい水替え初の水替えでねはい大型水槽設置計画シーズン1180センチ水槽の設置はい最終回となります。でですねですね今回は私が考案いたしました考案したのか分かりませんけども自動換水システムはいシステムの方を使ってとにかくほったらかしで水が変えられるのかというのをね検証してみようかなと思っております。まずは上のねパネルを外して水替えの前に掃除がねしたい。というわけで、上のやつをダダッと外して照明とかもねどけないといけませんので、はいとにかくちょっと上の部分のね邪魔なものをどけております。はい水はねまだ週1ぐらいでやった方がいいのかなどうかなっていうぐらい水は綺麗です。2週間に1回でもいいんじゃねえのかなと思うぐらいね、はい、でまずはこのプロホースの巨大なやつ、プロホースじゃないんですけど塩ビ管で延長しております。違うパーツに変えてね塩ビ管長いやつ使ってね、はい、これで屋外に、はい、屋外の排水口にね、はい、こう吸い出しております。糞とかはねそれなりにありますしフィッシュレットを入れてないんでね、回収してくれる場所がありませんので、だけど結構ね分解されてます。もうすでに、ね、殺菌灯は今つけてるんですけど水ももう透明になっちゃってるんで糞とかもね分解されてます2回言うただけだけどね、分解されてるんでそんなにね糞が出てない。あとはジャンボ水作ジャンボに入ってるのかなっていうね、でこのミニ脚立これはとても必要でございますね。ミニ脚立で、メラニンスポンジで、ガラス目じゃない水槽目をね磨いていきます。はいちなみにこの時朝の7時半か8時前ぐらいですね。もう7時半から始めたかな確かな 朝ね、掃除しております。もうねこの60センチ高さ60センチもギリですね手の届くね、ギリもう半袖でも濡れます。はいしっかり塗っとかないとね、はいこんな感じ水槽の表面で内側ね、はいを掃除しております。それが終わりましたら、底面はもうさすがに無理なんで、私これお気に入りの激落ちくんのモップっていうのがあるんですよ。ホームセンターの中でも売ってると思うんですが、私アマゾンで買いましたけど、これが非常に100均とかで売ってるメラニンスポンジのモップもあるんですけど、あれねすぐボロボロなんのと言うほど取れない。こっちの方がね断然取れます。あと長いんでね、こういう大型水槽の方はこっちの方がいいんじゃないかななんてね。思いますが、パッドっていうかこのスポンジのこう替えもホームセンター売ってましたんでね、はいというわけでやった後掃除してる間にこいつのまたうんちしてましたのでこうやって吸い出してはいそうこうしているうちに水も5分の1ぐらい抜けたんかな。掃除だけで15分ぐらいやってましたかね。15分20分ぐらいかね、やってました。はいどうぞこんだけ抜けましたんで。というわけでいよいよ、はい、こちらの私が考案いたしました自動換水システム、はい実験では成功しておりますが本番ではまだやってませんのでねやってみたいと思います。まずはこの一番左側のところここだけ接着してませんので、蓋を取ってほいで、このホースね、はい、しっかり刺します。もうこれが抜けたらもうびしょ濡れですんでね、はいこの L 型のところのホース刺したところだけ抜けないようにここが一番注意ですね。しっかりと刺してはいそして外のね排水口に向かって引いております。そしてこちらのコックをはいひねりますと、その上側の方のねはいパイプから水が排出されます。でこれは水の高さね、はい、の調節するためにつけているやつなんですけども溢れた分だけ流れていきます、はい、そして、ここから、
注水ですね、うん、こう注水していくんですけども、まあ、あの軽き抜きしたというか、あれですわ、浄水器通したお湯、まあ30度ぐらいのやつね、はい、を注水していきますと、まあ、最初のうちはもちろん、オーバーフロー水槽なんで、こんだけ溜まってなければ露槽の方に、はい、水は落ちていきませんが、20分後、はい、まあ、これぐらいで20分たま、20分でたまり、もう露槽の方に水が流れ落ちとしております、まあ、この時点で、まあ、5分の1の水は入れ替わってますよね、うん、でここからは薄まっていくというか、もう自然と水と混ざったやつね、はい、が露槽に流れていき、このように分かるかな、流れ出ているんですよ水、うん、水量と排水量が、うん、まあ、排水量の方が、排水量っていうかね、排水するパイプの方が径が大きいんで、うん、十分補えてますね、余裕ありますね、まだまだ水圧強くても、うん、水量多くても流れていくかなって感じでございます。まあバッチリですね、はい、まあ、というわけでこのまま40分、まあ、計1時間ですね、はい、終わりました。水はきれいになっていると思います。まあ全体的に3分の1ぐらい変わったかなっていうぐらいかな。そして一応 A ハイムの本因は入れておきます。まあ、軽き抜きされているんですけども、一応ね、念のため本因はで、まあアクアセーフプラスは入れておりません。うん、まあ、これで水替えが完了かな。元に戻してこんな感じで180センチ水槽のメンテも非常に楽でした。ほんと楽。今まで2回持って行って日本の120センチ水槽を水替えしてたに比べると運転の差ぐらい楽。もう待ってるだけ、待ってる時ももう言ったら自動換水システムはうまくいってるんで、うん、1時間ほどそれこそ本当にほっとけば勝手に水がねいい感じに変わってると思います。まあ、こんな感じでね、ついに完成でございます、180センチ水槽。はい、まあ、最後は表面のね掃除でもしてね、うん、まあ、まず水ですね、100均で売っているペットボトルにつけられる霧吹きのやつで水をシャッシャッと表面にかけまして、うん、まあ、この汚いところを掃除するような雑巾は畳んで置いといて、で綺麗な白いタオルで、はい、拭きます。うん、まあ汚れをね、汚れというか、まあ、水垢っぽいのとかね、うん、こういうのをね綺麗にゴシゴシします。部屋は汚いが水槽は綺麗にしたい、それが趣味ってなもんですよね。うん、まあ、このように拭いてですね、まあこのように拭いた後は私はいつもこれですね、このバイク用のガラスコートのやつ、はい、アクアシャインコートってやつね、これ使ってます。まあ、アクリルとかやっぱ傷がねそれなりにあるんで、こういうのでちょっと、うん、やっとくと傷が埋まるほどではないんですけど、目立ちにくくなりますんで、コーティングでね、うん、これで最後磨き上げて、はい、完成と。うん、いいね、違いがわからない動画ですけどもちょっとは良くなってますちょっとは良くなってると思いますよ。アクリルの人は特に使った方がいいと思う。ガラスってそこまで傷つかないんであるんですけど、アクリルやっぱ傷が目立つんでね、使うとね、うん、それなりに違いが分かるとは思うんですけどね、うん、まあ空拭きもして、はい、おしまいと。まあ所要時間が約1時間半ぐらいですかね、1時間半もかかってないかな今回に関しては。うん、まあ1時間半ぐらい、完璧でございます。はい、というわけでこれにて180センチ水槽のね、まあ、大型水槽設置計画第1弾シーズン1、はい、180センチ水槽の設置は完了となり、生態の引っ越しも終わり、自動換水システムもうまくいったということでね、うん、満足。いや、やっぱこの板張ってよかったな、うん、いい感じに仕上がったんじゃないかなと思います。まあ細々としたことはまた別でね動画で紹介したいとは思いますけども、まあ一応こんな感じで設置ができましたので、はい、シーズン1は今回で最終回となります。
というわけで今回で大型水槽設置計画の第1弾シーズン1の最終回となりました。まあ次回っていうかね、シーズン2ももう考えておりますので、まあ次回はシーズン2でお会いいたしましょう。というわけでアニマルパテモトでした。アニモー。